この分は残るから。あー、キメが踊る月。初見さん、すみません、僕違う人が出てます。ございます初見さん、すみません。ちょっと緊急パーソナリティです。誰でしょう。あの人面白かったのに、もうなんでどこに行くんだろうとか言われないかな。いやーごめんなみたいな。本気出すからだ俺今日。こう俺のこの。30秒前だって。本気出そう。こんにちは、テッカーさん。本気出して。本気出して。本気出して。次からいないって。マイク持って。え？FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。9月5日月曜日、サザンブリーズの時間です。ギノワントロピカルビーチからこの後4時まで生放送でお送りいたします。お相手は林泉と DJ マシャです。私3週間ぶりの登場なんですけれども、久しぶりです。お相手が変わってるんですが、いや今日は特別に少しだけ、はい、早見さんどこ行ったんですかね。ね、メインパーソナリティメイン、あどっちがメイン。いやそっか、どっちもかなみたいな、あっちかな。まあマシャさんとね、うん、この後1時間、うんお届けしますけれども、いや早見さんが来たらそうね、すぐ帰りますね。あの早見さんをね期待してるリスナーさんも多いと思いますので、はい。今日どうして来たんですか。今日はたまたま道歩いてて、あ放送してるって、なんかすごい咳払いしながら来ましたけれども、ね、いつ気づいてくるんだろうと思って相当無視されましたけどね、はい、ごめんなさい、3週間ぶりなので、うん、ちょっとぼーっとしてました。はい、ということで今日はマシャさんとね、はい、共にお届けしていきたいと思います、うん、ところでマシャさん、はい、なんか最近面白いニュースとかありますか。面白いニュースですか、はい、僕の番組が終了してしまったってこと。面白いニュース、面白くないよね。面白いじゃないですか。8月いっぱいだったんですか。ある意味ハプニングですね。ある意味ハプニング的な。一昨日ぐらいに知りました。そうなんですよ、そうだったんですね、実はね、うちに配信してます。あそうなんですね。こっそりと、あ同じリスナーがみんな来て、もうツイキャス30名ぐらい超えてましたけど、人気番組でしたからね。復活できますかね。頑張ります。頑張ってスポンサー探して、はい、そうですね、はい。ま、マシャさんのね、生々しい話ね、生々しい話もありましたけれども、はい、今日のテーマ発表します、はい、今日のテーマはハプニングです。ハプニング、ハプニング、ちょっとエコーかけてました、はい、うん、あ、ないんですよ。俺が言うたよ、もう自分で言ってる、うん、はいはいはい。ハプニングとかってよくありますか。今もハプニングちょっとね、あのミキサーとの距離感がありますか。うんうん、そんなことないよ。ないない、うん、ありますか、ハプニング。ハプニング、まあもう人生ハプニングだらけですね。あ、まあ、ハプニングも楽しみつつ前に進んでいくみたいな。はい、うん、まあ、私もハプニングだらけなんですけれども、はい、2週間ちょっと海外旅行行ってまして。海外旅行、うん、はい、どちらへ。最初に沖縄から台湾に行って、うん、台湾からマレーシアのボルネオ島に行って、ボルネオ島あのオラウータンとテングザルの楽園なんですけど、うん、そこからシンガポールに行って、うん、シンガポールからマレーシアのクアラルンプールに戻って、うん、でそこから韓国の方に行って、うん、沖縄に帰ってきました。すごいですね。いくらかかったかのよく分かりませんけど。え、これさ、すっごい安い飛行機取って、うん、船じゃなくて、うん、全部飛行機だったんですけど、7万ぐらいで往復、安い、ホテル代も込みで、うん、ホテル代だと10万ぐらい。あの、もう東南アジアだからすごい3000円とかでもいいホテルに泊め
泊まる。物価もやっぱり安いですか、あの辺というのは。そうだね、うん、マレーシアはすごい安くて、シンガポールは日本と同じぐらい。シンガポール高そうな感じするよね。シンガポールは本当に高かった寿司屋とかほらもうすぐ万円いっちゃうから一人、うん、なんかもう全然変わらなかった。マーライオンお会いできました。あ、マーライオン遠目で見ました。あの観光客がたくさんいる、ハチ公みたいなね、日本のなるほどねまあね、そういう感じで、うん、旅でたくさんハプニングあったので、うん、あのちょっとずつね、うん、お話ししていきたいと思います。どんなハプニングあったのかねいいことも悪いこともあったと思いますけど、はい、旅はトラブルがつきもんですね。そうですね、はいはい、そういったトラブルも、話しつつ、皆さんのトラブル、ハプニング、はい、ですね、うん、ハプニングもお待ちしています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。ホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントよろしくお願いします。ということで、ここで1曲お届けしたいと思います。じゃあマシャさんの方に紹介お願いします。オーライ、それでは、曲の、方行きたいと思います。グローブでディパーチャーズ。これ読めんか。曲が流れない、まあ、番組MC マシャさんだから。わあ、エリさんせっかく来てくれたのにな。うん、俺全然ここのメンバー揃えて言うのに、今日おまけで来たっていうの今日ごめんなさいね、僕の番組遊びに来てねみたいなどうやったらマシャさんの番組調べる、どうやったらいけるんですかねどうやったらいけますか。ツイキャスで、ツイキャスで DJ マシャ、 DJ マシャで出るかな。ちょっと探してみてくださいね。え、 DJ マシャ、テッタンさんもこんにちは、うん、何してるんですか何してるんでしょうね何してるんでしょうね。いやね、びっくりやお前。 FM ギノワンという沖縄のラジオ局から、ラジオの生放送してます突っ込んでるとそこじゃないと思うんだけどね。え、だって初見だから分かんないや。いやいや、何してるんですかって放送やんこれ早く来た、まだ来ないまだ来ない、早く来ないから、はいはいはい、緊張するわもうなんか緊張してるね、なんで。いや、その美しい方が横にいるんで、まあ、確かに、ね、出たよ出たよ全然思ってないのに出たよいやいやいいや、なんて本当のこと言っただけやなんでいいよじゃあ道路交通情報お願いします、うん、いや死ぬ死ぬこんなやらされた無理、絶対無理。やりたいって言ってた。もう やったけど、一回やったっけ番組で、死にそうなってもうやめた。58号線、空いてますみたいな大丈夫大丈夫、椅子の木道儀大丈夫。いやいや、これあかんかん、まずマジでない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 、でき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 、全然ない、できでき。ハイミのことばかりしてたけど、やっぱハイミすごいなと思って。ハイミさん、道路交通情報はあんまりやったことない。ええ天気だよ、ハイミさんは。天気やってみたら。いやもう無理無理無理、読んで読んで、横で勉強するから。横で突っ込むから俺。わかりました。あの、これあの情報番組だから真面目にやらんとねいきなり真面目ぶってる。そうそう、今ツイキャス見てる方喜んでるかもね。これ放送でこんな喋れんからさ今の方が結構放送で喋ったら面白いかもねそうだ、今のまんまでいったらいい。無理無理無理、だってこれほら、みんなあっつりみっちり、ほらビキニのお姉ちゃんもいるしさ、みんな見てるし。いやいやいや、みんな見てないって。海の方見てるって。怖い怖い、もう全部流れてるから。やばいよやばいよやばいよお兄ちゃんしかいないから。本当に危ない危ない危ない、もう放送禁止用語とか言ってどうしようかなと思ってやばいわ。来て来て来て、え、来て、誰が。ほらビキニのお姉ちゃん、ビキニのお姉ちゃん、うん、でもそんなこと言われたら 見れるわけないやんけ、ほんまに見てな、探してたら無理やで、ガンミみたいな無理やで、ガンミみたいなこれ放送されたよ、ね、怖いわ俺。いや、されてるかもしれない。怖い怖い、もうほんま怖いよ。え、小ザエルさん、おい、あいついつ来るんだいや、遅いと思うよ。マシャさん、トーク最高って来てる。マジで。あ、チャラ AKB ファンさん、うんうん、ツイキャスで DJ マシャで検索したら出るよって。なるほど、ありがとうございますゆかりイーズ、あれ、うん、マシャミンマシャミン、女子にするなマシャミンですみたいななんかマサミみたいね、うん、ほら、マシャ兄さん、マシャさん、兄さんの。え、無理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 、これあの情報番組だから一応まともにやらないとさ、ちょっと やるな、やってもいいけど練習させてくれ。無理無理、練習する、本番ではやりません。練習する、あかんあかんあかん、はい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 、あかんあかんあかん、怖い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 、いいよいいよ、マジマジで、せーの、
天気外教エッセー28無理ってわからないちょっとお願いだからやらんだよあこれ真面目にやらないとあ締めるとこは締める砕けるとこは砕ける、ね、分かった分かったじゃあ突っ込んでください、うんうん、天気にね、うん、天気に突っ込めるから天気に突っ込む重いこれみたいな重いくぞってそここんなつ重い重いあー喉乾く喉痛いちょっと魔女さんの声あんまり拾われてないかもしれないちょっと高めにしてなんか声乗せて席をさ前にすれば、うん、そうそうそう前にして右に寄せればいいそうそう寝くんの怖い怖いのになこっちに寄った方がいいんじゃないすごいなんか何ですかいいよいいよいいよ怖い怖い怖い怖 いやるわけないんだ恥ずかしがりなんだ本当はね、はい、ちょっと角度もこのマイクさここしか音拾わないわけこれダイレクトダイレクトじゃない、うん、ダイナミックだからさダイナミックなとこしか拾わないここしかないしてあげて、うん、ゴム切ってから入れてあげようかこれがいいんじゃん座りが悪い、うん、ほらほらニャニャニャみたいなねピューバシャって急げ急げ急げこれユーストもやってるやってるやってるやばお似合いカップルだなってきてるマジでもっと横行っていいちょっとやめていや怖い怖い怖いいやいや本当は横座りませんもう緊張しますんでね早見さんといい感じだよ早く来ねえかな同じような感じで早見身長負けてないから早見にウェーン何センチですかウェーン見たくないよ小人ですみたいなやばいやばい小人やばいよやばいよやばいシワが増えるわったらもうシワが増えるあ、はい、ここ引っ張ったらちょっと若返りますピューみたいな何してんのこれ写真撮られたしみたいなこれ60円もしなかったさっき俺これ飲んだよこれあ飲みました嘘よ口つけ飲んだけどそういうこと嘘よ嘘よ買ったのかと思った買ってない買ってないびっくりしたー CM ちょっと映像だけど見とかんと何が起こってるのかなモニターしないとモニターしながら放送しないといけない。いける。皆さん今日のテーマハプニングですよ。ハプニング教えてください。キロキロ。はい。イーズさん、マジャさん、こんばんはって声ちゃってる。フレさん、早見がいない。早く来い。こいついつ来るんだ。今日10分から時間長く感じるわ今日。ほんと？やばいもう。緊張してるんだ。いや緊張してるのかな。苦痛に感じてるから。エルタさん、お似合いカップルだなって。いや俺の番組に遊びに来てくれ。DJ マシャワールドにも。いやカップルになってる。もうね、もう本当に何万人の女性がもうちょっとこのやきもち焼いてるのがね、すごいうわやべえみたいなやば刺されるかもしれないやばいやばい、シワ増えるシワ増える時刻は3時12分を回っています、この時間は宜野湾市内のお天気道路交通情報をお伝えいたします、うん、ということでマシャさんまいまいって今気抜いてたでしょ抜いてない口が閉まってた半分口が半分閉まってたすぐ行くからね怖い怖い怖い、なんか宜野湾トロピカルビーチ雨降ってきましたねなんかね昨日もいい天気だったのに今日から悪くなるっていう方が出てらっしゃる今雨もバリバリ降ってるじゃないですか降ってますね、はい、なんかみんな避難してますけれども、ね、はいじゃあお天気、はいお伝えいたします、今日は雨夜曇り、ところにより雷を伴います。日中の最高気温は31度、降水確率は
お昼12時からこのあと6時まで 60%、 夕方6時から深夜12時までは 40% となっています。沖縄本島地方では6日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してくださいということです。本当にね、今雨が降ってきて風も結構出てきてるんじゃないですかね。そうですね、こう雷とかなるとこう避難してもらう感じなんですかね、海の方から上がってもらってね。雷近くに落ちたことありますか？ないですね。ないです。私58号線乗ってる時に近くに落ちて真っ白になったことがあってそうなんですか？すっごい怖かったです真っ白になるんですね、あんなに。あ、そうね、なんていうんですか、雷がピカってなって音が鳴るじゃないですか、あれ距離を数計算できるじゃないですか。 あれいつもします、ピカドーンみたいな。そうピカドーンだったの真っ白になって運転してるの止まっちゃって怖くて、みんな止まってたんですけど。あ、相当衝撃出てたんですね。もう1秒がもう 3,4 秒のような感じに。それなんかちょっと危機的なスローモーション的なイメージですか？そうそんな感じでした。怖い。皆さんもお気をつけください。以上、お天気情報をお伝えいたしました。はい、続いては道路交通情報です。まずは高速道路からです。はい、沖縄道下り、沖縄北インターチェンジから石川インターチェンジにかけて工事のため規制中となっています。そして沖縄道を上り、伊芸サービスエリアから夜間インターチェンジにかけても工事のため規制中となっています。続いては一般道をお伝えいたします。この時間、宜野湾市内混んでるところはない模様ですね。ただこの後雨も、ね、予想されているので、滑りやすくなってますんでね。はい、皆さん十分注意して運転してください。以上、道路交通情報をお伝えいたしました。続いては、ツイキャスの方から紹介していきたいと思います。はい、たくさんコメント来てますよですね、エリさん初見ですということで、はい、ありがとうございます。何してるんですかと来てますよ何をしてる、これどこに対するツッコミなんでしょうね見たら放送って分かる、分かんないかな、分かんないかもしれないですね。本当の放送局がしてる放送のツイキャスをしておりますみたいな感じでよろしいですかね。はい、こういう返しでね、まあ、はい、そういう感じですね。ということで、続いてはてったんさん、こんにちはということですね。ありがとうございます。エコザイルさんもハロハロということで、はい、エロ大臣がいるっていう。誰ですかね、これは誰のことですかね。もう大臣って言ったら一人しかいないじゃないですか。よくわかりませんで次行きましょう名古屋のダンサーズさんです。まちゃこさんどうしたの？いや僕もね、なんでここに座ってるのかよくわからないいつ来るんですかね、ここのメンバーズの方ねえ、ちょっとね、はい、今日 H から始まるあの方がね、来ないのでまだちょっと急いでると思うんですけど。そうですね、たまたま通りかかってよかったですねよかったです。僕も喋りたくて喋りたくてしょうがなかったです。もうすぐ座りましたよね、はい、ここにね。いや座ってっていうか僕そんな控えめなんですよ僕本当は。はい、はい、そして続いてセブンさんから来ています。はい、ありがとうございます。おお、これはイケメンマシャさんいるやないかということ。イケメンとか言われたら声までイケメンにしようかなあのマシャに変わってますけれども実に面白いはい、チャラい AKB ファンさん、はい、ゆかりイーズ、あれマシャミンこんにちはすということでもうマシャさんいじりが皆さん半端ないです ね、 ですね、みんな大好きだぜおらいはい、ということで、たくさん来てるんですけれども、中に多いのがお似合いカップルだなというねコメントがたくさん来てますけれども、はい、黄色い顔の人、イーズーから2メートル離れてくださいさっきね、ものすごい近くに寄ったんですね10センチぐらいも近くに寄ったらね、キャーとかリアルな、これ演出ですからね大丈夫ですよ、はい、まあね、そんな今日はマシャさんと途中までお届けしていきたいと思うんですけれども、はいね、最後までいたらどうしようみたいなはい、まあどうなるかは分かりません。はい、ということでね、今日のテーマは、じゃん、トラブルじゃなくて、あなた変わってる、ハプニング、ハプニングです。もうこれもね、ある意味もハプニングやな、もうなんかやらがらかすような俺な、本当な、その感じのね、ハプニングです。はい、ハプニングたくさん呼びそうですけれども、そうですね、生きてるだけでハプニング起きるっていうね、ハプニング製造マシーンって言われてますけど、最近あったハプニングは、最近あったハプニングですか？最近あったハプニングは
コーラをこぼすっていうね。え、どこで？あの自分の家に作った放送室でね、はい、あの放送室って普通飲み物禁止とかあるじゃないですか、はいはいはい、でもうちだからいいんじゃってどうせこぼすわけないやんけとか思いながらやってたらすぐ1日目でこぼすってねもう子供みたい。ペットボトルの蓋付きにしました今度から。うわそうですね、絶対大事ですよペットボトルの蓋付き、うんね、うん、そうなんですよ。あ、なんか想像できます。あのやっぱりほら雷も一緒じゃないですか、うん、こんなとこ雷落ちるわけないんじゃないのって思ったらやっぱりそう不幸っていうかねこうそこであるわけですよ。注意する心が大事だなっていうことを僕が言いたいです今日。いやー本当に、私響きますそれ。本当に反省しました。あのねトラブルを起こす人、うん、僕ですか？ハプニングを起こす、ね、私も含めて、うん、あのね注意力がね、うん、ちょっとあの様になってる場合があるので、まあでもある意味ねこれは何かの警告かもしれないんで軽いトラブル、まあ、そういうハプニングがあった時に次は注意しようって思う心があるかないかだと思うんですよ。はい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 、いやたまにはいいこと言いますね僕も。あ、いいですね、素晴らしいです。私でもリアルに今響いてるんですよ。何が僕の、ね、一言に、はい、そう、あの、うん、私韓国に行ったんですけど最近、はい、韓国で韓国にちょっとね落としてしまって携帯。何を落とされたんですか？携帯を。携帯を。そしたら下に落としただけ？下に落としただけなんですよ、うん、そしたら画面がもうつかなくなってしまって、うん、あら最近変えたんですよ画面をであらららら、あのちょっとこれはちょっとなと思って韓国だったら安いかもしれないと思って、うん、韓国の修理屋さんに行ったんですよ、うん、そしたら2万円、うん2万円2万円こっちで知った方がいいかもしれないですねもしかしたらねあんま変わらない、あんまり変わらないからね、あんまり変わらない、もうなんかうちはちゃんとした製品を使ってるっていうね、うん、あの言い方をされていたので、うん、もう信じて2万円払いました、うん、あとりあえず払いました、払いました、修理が上がってきて、上がってきてすぐもう修理は、うん、あの完了したんですけれども、うん、その後ね日本に帰るときにその携帯を空港で忘れました、うん空港で、そうインチョン空港で、ね、それで落とし物に日本に帰ってきてから電話したら届いてたんですけれども、あの落とし物センターに来てた、来てた、素晴らしい、自分でも置いた場所っていうのを分かってたんですよ、うんうん、で誰かさんがそうそうそうよかった、あそこにあるはずだって思って、うん、飛行機に乗る直前に気づいたんですけど、うん、僕も自分のことに嬉しいですねいや嘘くさいって思ってコントって嬉しい嬉しい、でもそこからがまたハプニングで、え、まだあるの？あるの、あのねインチョン空港のその落とし物センターには誰かが取りに来ないとダメなんだって。え、いや着払いで送ってちょうだいなみたいな、それはダメなんだって。だから友達が取りに来るか自分で韓国に行って取りに行くかどっちかだって言われたんですよいや素晴らしいオチがありましたね。もう落ち着き最高落ち着きみたいな。沖縄に着いて私は着いたけど携帯は韓国のまま。じゃあね入国できない。じゃあね誰かにいや韓国ってめっちゃいいとこなんですよってめっちゃ勧めて韓国に行ってもらうとかどうですか。でついでにみたいな、落ちあんたこれが目的かみたいな大阪弁で喋ってますけど僕あの沖縄の人ですそうでしたよね、はい、もう黒いしね、うんん、いやいやいや、それ日本全国どこの人でも日焼けして焼けますよそれまあねそれいいじゃないですかそれは、まあまあ、そういうことがあったんですよ、うん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 、でも本当にがっくりきて、うん、もう2万円払ったばっかりだしね、もううーんこれ旅費考えたらどうかな、もういやでもね、うん、私にはもう救いの手があって、あのさ、じゃあさ、何韓国で誰かとお友達になっちゃってほんでいくらあげるからってこれいい考えと思わん俺頭いいな我ながらいい考えじゃん、チャットでなんかチャットでどうにかしたら翻訳使っちゃって落とし物番号と、うん、あの私のパスポートがあれば、うん、誰も引き取れるから、うん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 、じゃあそうしますか、うんうん、それそれしよう、いやーもう我ながら頭いいなと、本当にねショックだった、うん、まあでもなんかもう対策方法思いつきません。いやあのねもう本当に私よくなくすんですよ、帰国前によくなくすの、いろんなものを、だからもう本当に今回は学んで、リングホルダーみたいなやつあるじゃないですか、あの携帯の、あれをつけてもうストラップガンガンつけてもうどっかにあのカバンとかに引っ掛けてようかなって、もう終わりぐらいは。僕はですねあの忘れ物をあのなんかそのほらあのなくすその方法としては、うん、自分が外したものは一つのところに固めておいておくっていうことをやってるんですよ。ほう、そうそう、置く場所を決めるか、物を全部固めておくか、チンチンバラバラにしないんですね。あ、そうするとあの旅行行った時でもそう一気にそこやりやすいかなみたいな、すごいな、縄張りみたいな自分の、そう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 、あなんか声が聞こえてきましたけれども、はい、誰でしょう、メインパーソナリティさん来ましたじゃあそれでは
皆さんさようなら、僕はここでみたいな。マイクもう一本ある、なんちゃってみたいな。じゃあここで一曲お届けします、ね、最後にじゃあマシャさん DJ なので、はい、ここ読めんかったらか、大丈夫大丈夫、日本語だから、はいはいはい。じゃあそれではここで一曲送りたいと思います。彩香で虹色。カチャ。スタンド、さっきのほら書いたやつ、はい、借りればいいよ、はい、超雑はいはい、イズに離れ、イズと近寄ったほうがね、2メートル離れろって言われた。誰が離れよ、黄色い顔の人。ちょっとそんな近くに座るくないな、お前。おとなしく座っときますね、今日ハプニングね、ハプニング、これハプニング、そうだよね、雨にも濡れてさ、だよね、さっき軽い感じの着替え持ってたから、新しく可愛い子がマシャさんが座って席に、マシャさんが座ってた席に座ると妊娠する、これ引きでできない、音引きで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 さ、この辺から打つとけ、なんだ、パキッて、どうです、なんだ、喉仏歌って映ってる、ほら入った、入っちゃった、すごい。なんかぼやけちゃいましたよ、写真、これをこっちら辺にどうすればいいの、こっちから回ってくる、入ってる、これチーズイケメン、ここじゃない、こっちだから、どこ、難しいな、残り3分でございます。何も怖いやんけ、なんか間違った、はい、時刻は3時27分を回っています、ここからですね、1人増えました、はい、すいません皆さん、今日は遅れました、いつも月曜日ね、2人本当担当してるんだけどね、マシャミじゃなくて早見です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、おやめおめよ、やっと本物が来た、俺がメインパーソナリティと思ってる女性のリスナーが横になんかやられてるけど、マシャさんマシャさんびっくりしたもん、今日もじゃあ、はい、あと30分付き合ってね、うん、うん、うんってわかりました、なになに、おかえり、ただいま、ね、久しぶり、本当にびっくりしたよ、2週間もいないってさ、ね、2週間3週間ぐらい、2週間いなかったみんなもびっくりしてたよ、本当、うん、イーズどこ行ったっつって失踪してたっつって
だからボロクソ言っといたよ、もういない間に。そうそう、チンパンジーだったって。オランウータンとさ、イエイって写メ送られてきて、もうどうしようかなこれと思ってさ。なんで携帯なくした言うとるし。だからよ。しかもね、もう一つあったのハプニングが、まだ あのね、はい、あの高級ホテルに最後の日泊まろうと思って、うん、唯一 2,3 千円のホテルじゃなくて、ちょっと1万円超えのホテルに泊まってたんだけど、はい、4時間後に、うん、あ、その日飛行機に乗るんだったっていうのを思い出して。もうびっくりして、本当に走って飛行場まで行った。だからもう4時間間に合った、間に合ったけど、でもホテルは何分4時間で滞在4時間か。日本で言うとなんか帝国ホテルぐらいなんだけど、でもマレーシアだと安く泊まれるんだけどね、うん、うん、まあそういうホテルに泊まったんだけど4時間で相当いいとこ泊まったんだね。もう走ってがっかり。もう本当飛行場に行ってもね、うん、プリーズプリーズ乗せて乗せてって言ってダメみたいな。うわ、もう15分ぐらい行って乗せてもらいました、うん、そうなんだ。まあ、大変だったね。トラブルはね、うん、あ、なんだ、ハプニングでしょ、今日ハプニングとかトラブルはね、うん、あの人を大きくするよ。あ、そっか、ありがとう。それは人生のほら、もうすごい、あの、なんかこのすごい悲しかった、うん、試練がだと思ってね、乗り越えて、うん、あのいい方向に笑ってんじゃん。いや、メガさんうるうるしいよ。携帯落としたのか、笑えるみたいな。笑えるみたいな。人の子笑っちゃダメね。人の子笑っちゃうから。ごめんね。はい、次行きましょう。はい、じゃあメール紹介します。はい、はい、はい。はい、じゃあ私読みますか。はい。はい、イーズさん、マシャさん、はやみさん、こんにちは。ムーネー先生です。イエーイ、ムーネー先生。今日も来てくれてありがとうございます。いつもね、はい、はい、イーズさんお帰りなさいでごわす。海外側いかがでしたか。さあ、ハプニングついさっきありました。不安定な天気の今日、ギャラリーに来たら何かがない。そう、傘を車に忘れてしまったので慌てて取っていきました。私は今週末が楽しみです。秋休みを取って首都圏を旅行してきます。ということで、来週月曜日は首都圏からメールを送ります。9月もスタート。この1ヶ月何かいいことがありますようにということです。ありがとうございます。ハブはナイスマンス。すごい。わかる？わからんかった。ハバーまでは分かってたよ。うん、いいね。いい9月をね、どこ行くんだろう。みたいな。どこ行くんでしたっけ？首都圏。首都圏っていうと、うん、東京とか。東京。あー、いいね。いいですね。1週間ぐらいかな。うん。4日。あー、4泊5日。いいですね。いいよ。ちょっと涼しくなってるんじゃない、うんうんうん、やっぱりこの時期ね、朝夕がね、冷えるかもね、うんうん、そっか、そう、さっきもさ、今不安定な天気すごいじゃん。急に雨降ったり、ね、さっきも落雷の話してたじゃん、うんうん、そうそうそう、そういったのとかもさ、いつ起きるか分かんないからさ、そうですね、うん、大変だよ、そのハプニング ねハプニングだらけ。聞いてるよ。聞きながら来たんだ。聞きながら来た。あ、そっかそっか。喜んでる。楽しかった。マシャさ、声いいよ、ラジオから。いや、よく、いいよ、よく言われるんですよ、女性の方から、特に。標準語にもなってるし。すごい、最長だから。なんかラジオっぽくて、びっくりしちゃった。うんね、なんか、英語も喋れそうな感じじゃない。本当に。いつもやっぱちゃんと綺麗だからさ、で、マシャも乗っかってくるじゃん。真面目に喋りました。緊張してたよ。あ、本当、うん、震えてた。いや、あの、それは放送の緊張じゃなくて、やっぱり横に素敵な方がいたんで緊張してたっていう。何回も言うんだけど、目がさ、笑ってんだよね。さっさ、次行きましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、続いてはこの方です。はい、じゃあ、早見さんから。はい、では、はい、イーズブチュ。マシャ、エロエロ。もとい、ハロハロー。なんでもといて。うん、もう一回、もう一回ってことね、うん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 、エコザイルみたいだよって。ハプニング、はい、今まさにハプニングだよ。されました。豊崎から名護の、うん、大東に、うん、急送品を荷物持って来てるのに、うん、不在ってどういうこと。急ぎの荷物だからね。電話も取らんし、事務所も確認の電話していないし、いい加減にしろって言いたい。はい、わかるよ。さて、次はガブソーガーまで行こうねって、どこね。おそらく北部ですね、名護ですね。そば屋さんあるよね。そガブソーガーそばみたいなあるんだけど、じゃあ後からや。PS イーズマシャが鼻の下伸ばしてイーズ見ているから注意してよ。もう注意しっぱなし。緊張して実は見れなかったんですよ。
ちょっと話ほら するときってちょっとこっち見るじゃないですか、やっぱり一応人の目を見て話しなきゃいけないんで、はいはいはい、ちょっと見て緊張しながらまた前見るみたいなねなんでよ、ちょっと恥ずかしがりなんです、はい、あ、そうなの、うん、こんなにさ、うん、あの仲良くしてるじゃないの、うん、それでもやっぱ緊張しちゃうの、うん、女性見ると結構長い付き合いだよね、ちょっと緊張感大事だと思いますね、うん、ああ、それは大事だよ、どうかと思いまして、はい、なんかね、うん、ちょっとごめんごめん、手の仕草がすごいね、オーライみたいな、はい、次行こう、俺をいじるなみたいな感じ、ありがとうありがとうエコザエルさん、ありがとうございます、じゃあこれは、あ、受ける、久しぶり、これ読むの、うん、はい、見える、見えますか、はい、さーい、はい、いじみ久しぶり、これちょっとこれあの方でしょ、あの方鉢巻き巻いてる人ですよね、そうそうそう、色変わってるやつ、いじみって、いずみだよこれ、ね、いじみ、ラジオ聞いてる方よくわかんないかもしれないけど、いじみ、ワンとの新婚旅行の下見、死にとけノーブラ早見ノーブラランド、ノーパンマシャちゃん、かっこ笑い、ケル、これヒル読めるかな、大丈夫、いい調子、うん、MC モーミー、うん、ヤイビン、はいはい、さて、ハプニング、はい、これ本当の話やんど、うん、いや怖い、この人のハプニング、大丈夫かな、読めるこれ、大丈夫、友達と2人で、釣りしに行った50メートルぐらい離れて釣りしていた、はい、この日は台風前で、うん、風バーバーして、うん、ワンのお腹も、絶好調でお尻もパーパーしていた、いや聞いてない聞いてない、お尻は聞いてないね、いつもの通りに一発平こいたんですよだから何なのしたらお友達の、ケンちゃんがあっちこっちキョロキョロしてたんですよ、はいはいはい、2発目したら、うん、ケンちゃんは自分の靴の裏とか匂い嗅いだりして、まさか50メートルも離れてて、うん、私のお尻のエアーがケンちゃんのところまで届いてるのかなと思い散髪めましたでしたらやっぱりあっちこっちキョロキョロしたから、うんうん、匂いが届いているのを確信した私は、はい、水どころではなく 4,5 発と、核弾頭を発射、ところが15発目くらいからこんなに閉したの差し掛かった時に音がバーからブリに変わった、僕は縫うから温かいものを感じて仕方なく海に飛び込みました、やだ、やだ、あ、これ磨れたんですね、うん、ノーパンマシャちゃん最近は温かいものを感じたいつですか、ならチキミソーレーということでね、素晴らしいメールいただきました、あーもうすごいね、これでも結構あるんじゃないですか、あっても言えと思うけどあったんですか、どういうこと、最近あった、最近とかはもうほらね、あったの、あったの、これはちょっと秘密みたいな、塀のところじゃなくてそれ以上にってこと、塀がピーになるのかな、塀がピーになるってこと、がポンになるのかな、あ、ポン、あ、ポンね、ラクリみたいな、いやこれでもね怖いです、ちょお腹が痛いときはね、あの注射がいいですね、まあ、それは仕方ないけどそこまでないよね、いやだってこの人15とか言ってんでしょこれ罰が当たったんだよこんなことするから、もう海に飛び込んだって、それ帰りどうしたんですかね本当だね、でも飛び込まないとやってられんよね、逆にいやこれ、ね、だ周りを迷惑だよね、僕も飛び込むと思います、飛び込むんじゃない、一応いや海入ってる皆さん気をつけてください、いや怖いわ怖い怖いトロピカルビーチから放送だからさ、いやいや本当にリアルすぎてリアルだわこれは、でもなんか想像できるからできるよね、またね間違ったんですこの方前さ牛だっけ、牛と一緒に写メ送られてきたのね、キラキラカールちゃん、キラキラカールちゃん、もう似合っててさ、もういいさそのままなの、どっちがどっちか分かんないからね、嘘ですよ嘘ですよ、いや正解、本当にてかもうさ飼ってる雰囲気がもろ出てて、超出てる、超面白かったよね、もう想像できる、写メ見るまでね、モミーさんの想像できて笑っちゃったね、よしよしって言ってそう、言ってそうだよ、散歩とか連れてくるらしいですけどね、本当だね、はい、はいはい、じゃあ続いてお願いします、ムーネ先生から来ました、 ありがとうございます、はやいずさん、マシャさん、こんにちは、こんにちは、早見さんが来たのでもう一つ、お一日早みですが、ハッピーバースデー、やー、一日早いですが、うん、誕生日おめでとうございます、わー、早いですが素敵な一年になりますように、はい、早いとは早見さんをかけてみました
謹慎でしたらすみません。いやいや、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。遅いより早いのがいいよね。そうだね、そうだね、ありがとうございます。何歳になったの。うるさいな、丸三だよ。丸三歳だよ。何が入るのか。女性と水を聞くのは禁物ですね。まあまあまあ、はい、おかげさまで来月ね、はい、なるんですけど、はい、まあ でもあ、来週、明日だよ。明日だよね。僕の番組にもありました。超早いナムネーションしてと思って。僕の番組にもお祝いしてって来てたんで。あ、そうなんですか。ハッピーバースデーという歌いました。あ、すいません。ありがとうございます。聞いてないの。6日ですよね。はっきり覚えてます。じゃあ、はい、お願いします。はい、お願いします。え、歌うんですか。ハッピーバースデーとユー。ハッピーバースデーとユー。はい。ハッピーバースデー、リア・ハヤミさん。Happy birthday to you. ありがとうございます。ここで普通だったらケーキが出てくるんですけど、何もありません。すいません。ということで、じゃあここで1曲はい、お願いします。て俺が言うの、うん、また野々中さん43歳だった時は違うからね。マジ。じゃあ曲いきますね。はい、どうぞどうぞ。はい、それでは椎名林檎さんで、はい、日本。番組で歌ってるから聞いても。やだやだ、今撮りたい。いやいや、あかんってこんなの改めて言われたらもう難しいって。マイク持った感じにして。ノリノリでお願いします。はい、行きます。ちょっと待って、難しい難しいって。いやいや、大丈夫大丈夫、イケメンイケメン。髪型は大丈夫？大丈夫大丈夫、そういう感じ。はーい、行きます。Happy birthday to you。ハッピー、おい、え、これビブラートかけられるよ、おかしくて。せーの。ちょっと待って、ダメだ。なんだよ。笑って真面目に歌えへんけど。大丈夫大丈夫、かっこいい。かっこいい。かっこいい。それかっこいいとか言うと照れるよな。かっこいいかっこいい。よく見たらかわいいな。いや、ちょっと。心から、心からの。ちょっともう。これは気持ちですよ。ん？気持ち。本当ですよ。じゃあ歌でね、プレゼントしましょうね。そうですね、ありがとうございます。Happy birthday to you。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hayami さん。 Happy birthday to you. 特別バージョンにしてみました。お誕生日おめでとう。マイクも、マイクもこうじゃない。オーライみたいな。ボーイ持ち。Thank you。直視できなかった。恥ずかしかった。もうやだ、すごい笑いそうなって。素敵、ありがとうございます。今週も歌おう、もう一回、はい、今週も番組でもう一回歌おう。あ、そうですね、ありがとうございます。誕生日ウィークだね。皆さんもう盛り上がってますよ。AKB マスク送ってくれたのよ、番組に。あ、そうなんだ。6月6日誕生日、ありがとうございます。はい、明日もう一回歌ってもらいましょう。明日どこで。明日本番ってことだよ。明日どこで、どこで歌えばいいの。ゆきさん、ゆきさんとじゃあ三振で、三振でいいじゃないですか。私聞いときますよ。またこっち来る。でな、俺仕事になってくる。喋る仕事みたいな。今日追加コメントいっぱい来てるやん今日。うん、100人ある。え、どこで見れる？上コメント。あ、ここ。そこが700とかになるわけよ。すごい。ハッピーバースデー、トーユー。うん。トーユーって。あ、しぐなさんもありがとうね。全然突っ込んでくれた。しぐなさんいいね。ヘイターさんありがとうございます。しぐなさん来て。はやみ笑う。マシャミン笑うなんて笑ってまうよな。改めてやれって言われたら笑ってしまいますみたいな。黄色顔の人。あ、二十歳の誕生日おめでとうございます。二十歳だよね。うまいこと言うな。女性の心分かってますね。さすがです。なんで俺の真似しとるね。何しとるね。古いよ、これ知っとる。なんでいくつみたいな。なんでこれやるの。もう年バレるやろ。ダメよ。いやいやいや、もう今西野からやらないと。あ、西野。これなんで今の。どうやるの。え？やせいこちゃんとかそういう。ちょっとやっぱりなんかやるとちょっと古いな。古い。いや今の西野からを聞いとってたけど。何聞いてるの？聞いてない。これマイクマイク電話でもしもし。これだけ。
大丈夫です。はい、わかりました。何歳になったんですかって。やっぱり来てる。何歳何歳やろね。見えますか。何歳。二十歳にしか見えない。こらこら。え、なんで怒ってるの。こらこら。よくわかんないわみたいな。目泳いでる。わわわわ。とりあえず喋らんけどマイク持っとこう。よいしょ。筋トレしようかなみたいな。筋トレ。重いけど、おもっ。筋トレどうやって。全然重いこれ。きっと何をしてる。ほらこら。これ結構二度手に効くよこれ。何が。おい、ちょっとこれあかんねこれ。これ削除しなさいもう。やばい、妊娠する。ちょっと待って、削除しなさい。かわいい。削除しなさい。あ、いい感じ。いい感じ。削除しなさいもう。一人だけなんかビジュアル違うけど。でも何受け取るんじゃん。あ、こういう顔でみんなで写真撮ったらウケんじゃん。そういうのは3つも決め顔だよね。言うよ。しかも、むしろ崩してるんだけどみたいな。ちょ、ほらもう。同意求めないで。びっくりした。恥ずかしくなるやろ、もう。ほら、進行、進行。ほら、ほら。ほら、1分は。決め顔だよね。もう1分とかいいよ。5秒ぐらい。5秒ぐらいにしといても。早く早く、恥ずかしい、次の、はい、次に、次何言ってば言うんだったら、私もマスさんに言われちゃう、マスさんだって何が決め顔だよね、決め顔、何が悪いで決め顔で、むしろ崩してんだけどとか思えるのがびっくりしちゃった。お前崩しすぎだよね、僕がさ、だから決めてないさ、ほら、いや、ある意味決め顔だよな。ある意味決め顔さあさあ、あと何秒、あと何秒、25秒、はい、マイク重っ。俺のマイク浮いてるみたいじゃない、なんかほらツイキャス見たらさ、ふいんふいん、マイク浮遊してるみたいな。俺のマイク浮いてるみたいや。こうした方がいいかな。浮かんでるよ、もうマイク浮いてるみたいにしよう。うわ、マイクが浮いてる、浮いてるみたい、浮いてるみたい、マイク浮いこれ、コメント増えてきたやろ、コメント増えてきたやろ。はい、ということで、時刻は3時45分を回っています。ありました。はい、もう放送してない時の方が面白いっていうね。放送これ放送したいけどね。あ、もう呼吸困難になってます。はい、なんかお知らせがあるということで、はい、行きましょう。じゃあお知らせいきますね。お願いします。宜野湾市社会福祉協議会からお知らせです。はい、チャリティーボーリング開催があるそうです。開催があるそうですということ。はい、はいはい、宜野湾市社会福祉協議会では、うん、福祉バス購入資金確保に向けチャリティーボーリングを実施するそうです。はいはい、期間は8月1日月曜日から10月9日日曜日の期間です。場所は宜野湾ボールレーントゥーセントラル、はい、町なとボールの3カ所のボーリング場で行います。参加費は1500円となっています。2ゲーム、はい、込みで靴代は別となっているそうです。うんうん、参加方法は、うん、宜野湾ボール、はい、レーントゥーセントラル、はい、町なとボール、または宜野湾市福祉、協議会の事務所にてチャリティーボーリングへの参加の旨をお伝えの上、参加チケットをご購入ください。はい、お問い合わせは宜野湾市社会福祉協議会電話 098-892-6525 098-892-6525 までとなっています。はい、ありがとうございます。はい、多くの方の参加をお待ちしています。マシャさん、さっきからなんか邪魔してますか。横から邪魔して。真面目に読まないと、これ真面目に読まないと。本当に、もうこれ真面目に読まないと。真面目に読んでますよ。はい、俺が犯人か。続いては、FM 宜野湾よりひまりちゃん募金ご協力のお願いです。森川ひまりちゃん1歳は生後間もなく、拡張型心筋症と診断されました。ひまりちゃんは今、自分の心臓をほとんど動かすことができず、小児用補助、人工心臓で命をつないでいる状況です。現在の医学で元気な姿に戻るためには、心臓移植の他に道はありません。心臓移植をするためにはアメリカ渡航手術費2億9500万円が必要となっています。11月には渡米できるようひまりちゃんを救う会が全力で活動しています。1日でも早く心臓移植を実現するため、 FM 宜野湾も募金箱を用意して皆様の善意をお待ちしています。FM 宜野湾にも募金箱があるんですが、詳細はひまりちゃんを救う会のホームページをご覧ください。以上、 FM 宜野湾よりひまりちゃん募金ご協力のお願いでした。はい、はい、ありがとうございました。はい、
ということでね、はい、お知らせをお伝えいたしました。すごいよ、ツイキャスがさ盛り上がってて、うん、何ですか、全部マシャさんがさいじるからツイキャスのコメント増やすの得意です。得意だよね、みんなありがとう、みんなありがとうね、二十歳おめでとうございますとかさ誕生日の先ほど歌ってもらった二十歳になるんですね、二十歳ですよ、うん、永遠の二十歳って、うん、マシャさんいくつ、もうとうとう早見もこんなこと言うんやから自分の年を言わないようにするバッグ逃げるみたいないくつでもいいやもう確かにもうさいいやってなっちゃうよね、うん、ここまで来るとね、そうそうそう、結構ね25、6ぐらいから、うん、数えれなくなってくる、そうそう、だんだん嘘と思ってたわけよおかんが言ってたの、何言ってんのかなと思って俺もその時になった時にあこういうことかと思って、うんね、一切ずれるわけ 1,2 歳ぐらい、1歳ぐらい1年早いからあれみたいな、いやそこ早いでしょまだ、いや私も分かんなくなってきて、あそう、28だったみたいな、あ29だった、年、ま、はいいよもう、人数はさ落ち着いて見られるから、うん、いやいや早見と一緒にいたらさ、うん、早見が年下と思われるんだよね、そうで泉さんみたいなあそうなんだ、そうそうそう、早見ちゃん大丈夫みたいな、そうそうそう、泉さんみたいな、結構離れてるんですよ、うん、いいよそこは言っちゃった黙ってたのに俺いや結構離れてるかな離れてるかもういいからそこは、いやいやいや結構じゃない、ごめんごめん、じゃあ人数がまだいくつか分かんないんだよ言います、うん、あでもねやっぱちょっとミステリアスの方がいいんじゃない、あそっかじゃあそうし28なのか9なのか果たして22だったりしてとかねうんうんあない一応平成です、あそうかだよね、そっかそっか、平成、はい、ありがとうございます、え若いね、若いよ、若いのよ、平 成です、平成って今何年、28 変なボケかます、変なマジボケかますっていうね頭悪いからさ、ちょっと計算してもう野々中さんがさ、6歳年下って計算したことないけど、そんぐらいかな、まあ、そんぐらい、そうなんだ、そんぐらいだね、うん、そんな感じしない、え、7歳かなまあね年関係ないからね、ツイキャス、ツイキャスなんか絡んでみたらちょっと、はい、まあ私関係ないですねはいはいはい、ということでね、うんうん、あともう5分ぐらい、5分ぐらいかななんですけども、はいはい、途中参加で早見さんのハプニングとかってありますか、はい、ハプニング、ハプニング続きだと思うけど、ま、まさに今日じゃない、なんで遅れたの仕事かな、今日、うん、そうそう、本当に仕事で来て、うん、雨にも濡れたからさ、うん、車で着替えてから、足はどう、足治ってきた、でもちょっと痛くなる痛くなる治ってないんじゃん、なんかね知り合いに、整骨院してる方がいるんだけど、はいはいはい、うん、びっくりしちゃって早見の足見て、うん、ギブス取ったのとか言って、うん、超やばいよ、そうそうそう、ちゃんとやりなさいとか言われ て、うん、てあんなにびっくりするんだと思って、あとと響くんじゃない、うん、そういうのって、うん、そうだよ、そういうことね、舐めてかかると事故に遭うっていう、今日落雷の話と似てるね、そうそうそう、舐めてかかると罰当たるよみたいなね、今日全部つながってるね、つながってる、つながってる、つながってる、リアリ注意しないと、ハプニングを作る元を自分で作ってるってね、わーおよくさ、司会の時ってさ、ハプニングだらけだよね、うん、あある、うん、ハミ、最近あの浴衣で司会したじゃん、あの時もすごいほぐれてきて、うん、ほつれ、ほつれだそうかそうか、うん、遅れ、もう分かってたから突っ込まんかったけどな、俺優しいな、すっごいね、突っ込まないとただのバカで終わっちゃうから、まあまあ、私たちもバカになりますよ、いやいやいや、そうかなその時って、ほんと大変だなと思って、うん、だからちょっと時間を、うん、あの演舞中に、うん、直したんだけど、うん、直せるからまだ大丈夫、自分で着付けしたのね、あ、そうなんだ、だからできるからまだいいけど、できない人ってどうなんだろうとか、できない人、この辺とかさ、あー、もうはだけて、そうだよねいや、それはそれでいいですけどねあ、男性はね、やだもん、いや、違う、人としては隣の方、肌の下伸びてますよ、それ伸びるやん、そんなもん、それはそれでいいけどねってあとね、風吹いた時とか大変ね、 あれもハプニングかな、いや、それもこれちとしてはまた伸びてるよそれね、ハプニング楽しもうみたいなこっちはうわ、うん、いやすごいよ、あの友達同士でさ、うん、海行った時に水着が取れてたとかいうハプニングもあったよ、あーそれはやばい、分かんないらしいですよね、喜んでる、喜んでる、いや真面目に心配しますよ僕は、いや本当に本当に、いやいやいや伸びてるよ、うん、分からないというか大変なので、うん、皆さん気をつけてください、本当に上がった時にはないとかさ、そう、それはね結構怖いね、うん、下が
がなかったら大変ですよね。下はないっておかしい話だよ。どうやってみたいな、はい、最後にメール来てますので、はい、さあ、はい、じゃあ読みますね。はい、ゆかりん、いずみん、はやみん、ましゃみん、サザンブリーズお聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。もうテーマに行くなということで、はい、これはチャラい AKB さんからね、はい、はい、来てます。ありがとうございます、うん、今日のテーマ、ハプニング。俺はですね、うん、俺のハプニングでした、はい、去年の姉妹局の忘年会で沖縄から神戸に帰る時を車渋滞して、空港に着いたの出発の10分前を急いで荷物検査した時を何回も通ってもビコンビコンなるんよ。そしたらズボンのポケットに Wi-Fi 機器入れたままやった。それで飛行機出発する5分前に間に合ったぜ。イーズ、ハヤミン、マシャミン、整いました。誕生日とかけまして地方の活性化と解きます。解きます。その心は、うん、年が一つ増えます。おー、以上。ありがとうございます。最近レベルが上がってきますよね地味にね、急に謎かけ押し出してねなかなかやるじゃないかって。最初の頃あんまりだったんですけどね言っちゃったみたいな。いやでも本当最近良くなってますよ、本当に。うわー、すごい、うん、なんかね、分かりやすくなってきた、うんうん、早見でも最初の辺さ、分からなくてそれ大事、ひねりすぎてて頭がいいかもしれないね、もしかしたら。もじゃさんはそのまま行った方がいいってことね、うん、だからそういうコーナー、この分かりやすいのを出す能力がついてきてるね、はいはい、そうだね、うん、そうだ、ありがとうございます。人に優しくなってきたね、うん、誰AKB さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、うん、はい、ツイキャスもね、たくさん来てるけど。そうなのよ、うん、今日はありがとうございましたね。いっぱい来てますね、マシュさん、すごいよね。うん、いや俺じゃない、やっぱり2人が素晴らしいからですよ。まあそうなんだけどね、うん、僕じゃないですよそうだね、いずね、そうだね、そうだね、ありがとうございます。2人が素晴らしいから、はい、今日ね、ありがとうございます。遅くから、うん、出勤じゃないや、参加したんだけど、うん、また送れてよ、ありがとうねいやいやいや乗っ取りみたいな野の中の銀の蛍さんがさ、うん、この4人、うん、年齢が上の人から下の人に向かって落ち着いているて、これね、その順序並んでます。すごいね何歳ですか。40代、30代、20代、10代ではない。あのね、面白いですね、年が上なのに落ち着いてない、年が一番下なのに落ち着いてるということですよね。でもそれありえるからね最近の子ってなんか落ち着いてたりさ、 あまり喜べないです僕はい、まあ、ここら辺でゆかりちゃんから30秒前です、はい、ということですよ。そうですね、僕もそんな落ち着いた若者になりたいな。ありがとうございました。今日皆さん参加、ツイキャス参加ありがとうございました。メールもたくさん来てたね、ありがとうございます。ではお相手は DJ マシャと早見と林泉でした。はい、皆さんありがとうございました。また来週月曜日だね。はい、はい、ではありがとうございます。せーの、さようなら。またやー、あ、さようなら、バイバイまたやって言っちゃったまたや玉屋か、玉屋ってあれだ、玉屋って昨日ライブ見た、花火でしょ、ライブしてた、昨日見に行った、どこで、金具作り、あーすごかった、ビューティー祭り、オッケー、ありがとうございます、ありがとうございます。ムネ先生なんで走ってたの。雨が降って、雨ものすごい降ってるから、あ、そうか、ものすごい雨降ってキャスの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。いや今日も控えめにちょっと自分が助かったよ、ありがとう、ありがとうございます。喋りすぎた。ムネジさん、ありがとうございます。ありがとうございます。走ってましたねそれ振ったら走るわね。ちょっと走っていくときもしてたね。いつも自己満足してる。いいこれ流れてないよね今。流れてるよ。まだやってます。もう139コメント来たよ。うん、わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ切りますね。はい、ありがとうございます。またな。ありがとう。マイク浮遊。浮いてる、マイクが浮いてる、うわー